はい皆さんどうもこんにちは、えー、オールナイトながらの時間がやってまいりまして、えー、メインパーソナリティは私涼松本でございますけどもすいませんだいぶ間が空きまして3週間以上空いてますねあごめんなさいその間にだいぶまたこのさらはの方にですね、えー、いろんな、えー、メンションが来ておりますんでちょっとサクサクサクと、えー、やっていこうかなと いうふうに思います。では、早速いきますよ。はい、えー、足の長さを生かしたパンツを教えてください。いや、足長かったら何でもい生きるんちゃうんかいと思います。はい、次、気づいたら自分のワードローブがハウデーで取り扱ってるブランドばかりになってきてます。お、いいっすね。それは。なかなか、あのー、嬉しい言葉ですね、これは。はい、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いしますと。 はい次、動画投稿する時間ってある程度決めてますか基本的に、えー、19時からその辺じゃないですかなんか理由とかあったら知りたいですと。えー、特に理由ないですね。<laughs> 僕が仕事終わって、えー、まあそこらの時間にあげてるっていうのが、まあ大体ですね。うん。あんまルールはないです。えー、おすすめのブランド、はい次、えー、おすすめのブランド教えてくださいとか言われるやん。あれうざくね。<laughs> 自分で探して気になったもの片っ端から来てみろよって話。 えー、ちなみにこの話についての参考動画として軸となるブランドを見つけた方ってサードチャンネルにあるからそういうアホな質問するやつはこれを見るようにいしょってもうこれ <laughs> 完結しとるやないか。まあそうやね。うん。なんかね、おす、うん、おすすめのブランドね。結構、ファッションってすごいね、好みが分かれるんで、おすすめって言われてもね、 なんかすごいざっくりした答えにしかならないというか、おすすめの料理教えてくださいとか言われても、うんみたいな、え、あなた何好きなんですかみたいになるじゃないですか。ね。それと一緒で、なんかね、おすすめのブランドとか言われても結構ざっくりしてねす、全然答えられないし、僕に聞かれたとしても僕カラーとしか言わないですよ。こういうざっくりした質問に関しては。はい。こういうのが好きなんですけど、こういう系で <laughs>、なんかいいのないですかとかだったらまだアドバイスできます。はい、次。 えー、人の目気にしておしゃれになろうとしてるやつが一番だせ服に無頓着なやつよりだせ他人目線で服着るならおしゃれなんてやめちまえ。これが私の格言です。<laughs> なんで格言を紹介してんだよ、俺に。まあでもこれその通りだと思うけどね。はい。次。えー、才能なんて言葉一番いらない。まあね。これは結構意見分かれますよね。才能、そもそもあるなし論。才能なんてないっていう人もいればね、あるっていう人もいるし。まあ僕は、あるとは思うんですよ。 うん。やっぱね、その才能っていうのはやっぱりポテンシャルとも言い換えられると思うんですけどね。あの、確実にあるとは思います。ただそれが芽吹くかどうかっていうのは努力次第かなと思いますけどね。はい、次。<laughs> うわ、長いなラジオネタです。長くなりますが最後まで読んでください。 えー、議題は「いい服を長く着ることについて」ですまず自分の話をさせてください自分はごく普通の大学生ですファッションにはまり始めてから自分はファストファッション、えー、セレオリドメスまたインポートというよくある流れで服を買っていました、えー、皆さんはこの過程でセレオリからドメスやインポートに行く時その服のかっこよさはもちろん服の持ち持ちっていうのはまああれですね持つか耐久性ってことですねについて意識しませんでしたかと。 例えばセレオリのニットを毎年冬に買うくらいなら高くてもドメスのいいやつを長く着るために買うみたいな特にお金がない自分のような大学生はそう思うはずです。そんな風にして自分もブランド物でも頑張ってお金を貯めて買っていました。すると困ったことがあります。それは次から次へと新しいシーズンの服が欲しくなってしまうことです。ここでブランド物なら不動産のように売ってまた買えば新たに買えばいいじゃん。と量産をさん含め多くの人が言うと思います。自分もそうしていました。しかし立ち止まって考えるとブランド物の,の強みの一つやら長くずっと着れるの価値がなくなっていい えー、いませんでしょうか。皮肉にも服好きになればなるほど、シーズンを追いかけて次から次へと欲しくなりますよね。本当は長くずっと着てあげたいけど、新しいシーズンのあれが欲しいってなっちゃいます。そうなると服がかわいそうというか、質のいい服をわざわざ買ってる意味とかを考えてしまういます。りょうさん、どう思いいや、考えすぎやろあなんていうかね、その、シーズンごとに、やっぱ欲しいもの、僕もありますよ。あ、これ欲しい、あれ欲しい。ね。 それが次々出てくるのはごく自然のことなんですよただね一方で別に服の持ちについて、えー、そのなんかそのような考えがあるなら別に持っとけばいい話じゃないですかでたまに着てあげるとかねなんかたまに折に触れて着るとかなんかそういう考え方いいんじゃないですかねなんかその服の持ちっていうことに何かとらわれすぎてる気もするけどななんかね考えすぎだなと僕は思ってしまいましたうん いい服を長く着ることって素晴らしいんですけど、まあ、それあくまで結果な気がするんですよねなんか僕だってなんか服買う時に長く着たいから着るというよりもどちらかというと欲しいとかかっこいいとかなんかそっちの方が先にあるわけですよで結果的にあのねいい服っていうのは長く着れるっていうのはただの本当結果論でしかなくてなんかき長く着れるから持ちがいいからいい服を買おうっていうふうにして買ったことは僕はあんまないのでうん 考えすぎな気がします。はい。別に好きなもの来たらいいと思いますよ。で、大事なものは大事なものとして持っといてお、えー、けばいいんじゃないですか。はい、次です。<laughs> ラジオ用ラジオネーム。そんなバナナ。えー、浜田さんの好きなところ教えてください。あと今までの素らない、滑らない話で一番面白かった話じゃない。<laughs> いや、お前、松本と違いもいいとこや、これ。わしは人じゃない。<laughs> まあでも浜田のいい、浜田さんのいいところ、好きなところはな 何まあ、可愛い,いとこじゃないから。<laughs> 知らねえよ。えー、滑らない話、一番面白かった話はね、えー、でも僕は宮川大輔がすごい好きなんですよ。の話がすごい好きなんで、の、家族関連の話だ、がめっちゃ面白いかな。あとなんか、お姉ちゃんが,が風呂入ってるのを盗撮しようとか した話とか、あとお姉ちゃんのおっぱいを触ろうとした話とか、あとお姉ちゃんの顎を強制しようと,とした時の話とか。なんかまあその辺が僕的には好きですけどね。はい次。<laughs> えー、ファッションって本当に見てくれなのでしょうかよくファッション YouTuber やファッションに精通した人が結局ファッションは見,と見てくれであると、口にしてるのを耳にするのですが、私には理解しづらい。 しがたい、あ言葉でした。見てくれであると言ってしまうと結局流行や人の目線、好み、もろもろ、無意識に考慮してきてますよね。えー、そうなるとそこから外れた服は消費され消えていきますよね。ファッションってもっと自分に密接したある種の肌、自分の第二の存在であると思う私からしたらすごく考えさせられる言葉でしたと。これね、うんまあ見てくれであるっていうのが正しいかと言われると、まあ、これを、 僕は否定はできません。やっぱ見てくれっていうところはあるもん。やっぱビジュアルがっていうところはね。あるんだけど、まあでもその先は、あの、多分その人によって違くて、その見た目がどうの、まあもっと言うとルックスとかね、ビジュアルがどうこうっていうものの先の何かをこう求めるかどうか、そこの先に価値を見出すかどうかみたいなところも、 は、やっぱ人によって違うんじゃないとりあえずなんかね、今っぽく見えてればいいって思ってる人もまあもちろんいるだろうし、そうじゃなくて、みたいな、あの、こだわるところは人それぞれあるだろうし。うん、まあ、だ、ただこの、結局見てくれであるっていう結論はなんか僕としてもあんま受け入れたくはないかな。うん、<laughs> 結局見てくれだから、みたいな。うーん、にはあんまり、うん。結局ファッションは見てく、うん、違うな。ファッションは生き方だ。 と僕は思いたいというか思ってます。はい。次です。えー、どうも、両松本会における哲学者、ミョーランド。<laughs> 誰やねん。愛のって2種類ありますよね。愛のうと愛のう、そうア,アンダースタンド。この2種類。ああ前者は表層的に知ってあなるほどね。後者触れて知って、だからこそ分かってるという意味。 よく見る質問なんですが、何々のブランド知ってますかってファッション系のところで見るじゃないですか。それに答えてる人が何々ですよって言ってますが、この際に上の知ってるを適用すると見方が変わるなと思ってこれ投げました。質問に特に意味はないですじゃねえよ <laughs>。この最後に意味はないって言うのやめろ <laughs>。なるほどね。だから、なんていうかね。 なんか勉強ができると頭がいいの違いに似てるかもしれないですね。この愛のと、n アンダースタンドということで言うと。なんかそういう感じもします。なんか知識と知恵の違いとか。うん。なんかそういう感じ、ニュアンス的にね。まあそういうことじゃないですか。はい、次。<laughs> え松本さんは人それぞれ考え方が分かれるような動画をよく上げるじゃないですか。えー、僕はあの手の あの手の哲学チックな動画が好きです。ただあの手の動画のコメント欄で人それぞれだろってコメント残して、えー、議論を収束させる、収束させるバカいるじゃないですか。あいつらは本当バカそんなこと分かった上での話だろうと。<laughs> そんな不毛なコメント残すくらいならオナニーして寝てるよって思いませんかと。僕はあれ見るたびに思う。まあね。<laughs> そうだね。なんか、まあ確かに僕は、なんか答えがない。 ような正解不正解がないような人によってねあの考えが違ったりとかっていうところに対して、えー、どちらかというと自分なりの意見を言うとかっていうね動画多いと思うんですよねだから本当にその通りで、あのー、人それぞれだっていうのはもう前提なんですよねあくまで当たり前じゃんとね <laughs> だから人それぞれの上であなたはどうですかっていうところがどちらかと聞きたいというか うん、なんかじゃないと本当に人それぞれだろうって言い始めたらもう切りないしもうそれは思考停止に他ならないというかじゃ自分はどう思ってるのかとか、うん、なんか僕がそういうなんかねあの自分意見ですよね、うん、情報というより意見を述べるような動画で求めてるのはそっちかなとこっちの僕の意見とあなたの意見みたいな,、うん、なんかそっちの方がね面白い気がするんですよだから人それぞれぞは 思考停止に他ならないと。まあ同意します。はい、次。人生においての堕落って何だと思います <laughs> <laughs> なんだよ、これ。難しいな。堕落あまあ、目的を失うことじゃないですか。うん。かなと思います。目的とか、なんかこう、目線、目指す先とかがない段階においての でもう堕落じゃない。なんかその失敗したとか挫折したとかっていうことは堕落には入らないと思ってるんですよね。堕落っていうのはもうその目的を失った状態かなと僕は思います。はい、次。えー、海外のデザイナーってゲイが多いじゃないですかと。そしてゲイの作る洋服でシルエットが綺麗 一方日本のブランドって日本人の体型をカバーする意図があるかもしれないけどシルエットがふわっと丸っとしてるものが多い、えー、これはデザイナーさんが男の人の気持ちになりえないいわゆる同性愛者ではないから綺麗なものを作りたくても作れないんじゃないかと思いました確かにあの日本人で原意のデザイナーってあんまりいないですよね今ねまあそのカミングアウトしてるかどうか分かんない実はみたいなところもしかしたらあるかも分かんないけど その日本を代表するデザイナーみたいな人、まあ結構有名なところのデザイナーの人って、ゲイのデザイナーっていないっすよね。不思議な。で、ゲイの作る洋服がシルエットが綺麗なのかどうかは僕もちょっとあんまりわかんないっすけどね。<laughs> なるほどね。うん、ふわっとまるっと。まあでもこれブランドによるんじゃねえかなーうーん と思いますけどねはい、次。えー、ANN 用の質問です。こんにちは。りょうさんがアクセサリー系に興味ないのを知った上であえて聞きますが、時計を買うとしたらどこのか <laughs>。時計か。時計なら全然わかんないですよね、僕ね。ぶっちゃけ。まあ、でも、あれかな。もし、もう、ジャストアイディアで、パッとなんか、なんか何でも時計上げるよって言われたら、あのー、カシオとカラーかな。あのー、あ、G-SHOCK か。G-SHOCK。 辞職とカラーのコラボ。あれ、あれくれって言うわ <laughs>。はい、次です。ANN 用です。はい。こんにちは。ところでなぜ、りなんでしょうか。ちょっと気になる。りあ、僕の名前の由来っていうことか。なんかね、まあ、あんまりフィーリングじゃないですか。うちの両親も。なんかあんまり明確な理由、聞いた覚えがあんまないですけどね。フィーリングじゃないまあ、いい名前だと思います。 非常にセンスがあるなと <laughs> まあ僕はりっていう名前以外考えられないんで自分でも思いますけどあの名前が良か,かったとか一度も思ったことないですね生まれてからもうり以外ありえない本当にそれぐらい気に入ってますはい次 ドメブラインポートなどある程度高額なブランドを取り扱っているショップ全体で12年だけセールやめるとかできないんですかね本当は12年だけというより英語語的にやめた方がいいんですけど試し的な意味を込めての数字でうんまあセールやめるとかできない <laughs> ショップ全体でいや無理だろうねうん無理だと思いますよまあなんかセールってのは罰金だと思うんですよ僕は正直 <laughs> うん あのー、プロパーで売り切ることができなかったことに対する罰金だというふうに僕は思っててあのー、ですよなので正直その何て言うかな甘んじて受け入れるしかないっていうような現実ありますよね僕もそうですけどやっぱお店やって思います非常に氷の業界においてはやっぱセールなしってすげえ難しいんで まあやっぱ甘くないですよね。うん、かなと難しいんじゃないかなと思います。はい次、えー、服には消費期限はないけど賞味期限はありますよねと。 えー、というのもセールのタイミングを考え物ですよねシーズンオフにセールしたところでそれがシーズンオフなんですが在庫処分になってるかどうか分かんないですから別にセールを助長するわけないではないですがセールするならするでもっと最適な時期などをしっかり思行して動くべきかなと思いましたとあーセールの時期ねうんということだ賞味期限賞味期限はあるなセールのタイミングねシーズンオフにセールしたところで あなるほどね最適セールの最適な時期っていつなんだろうねやるのであればまあ今はやっぱり年末年始かえ8月9月か,かな8月9月で SS のセールをして年末年始で FW のセールをするっていうのが今ある。 流れですよ、ねうん、まあこれもだんだんねセールの時期がね年々前倒しになってると <laughs> いう状況はあるんですよねファッション業界も、うん、プレセールとか言ってね、うん、やってでそういうのって結構大手がねやりだしちゃうと世の中にセールのムードが出,ちゃ出てきちゃってなかなかね難しいとこあるんですよあれみたいな「ZOZO ゾゾタウンやってんのにこっちやってねえじゃん」みたいなとかね 「軽井沢のアウトレットも今もセールやってるのにあれこっちまでなんですか」とかまあなのでセールの時期に関しては、まあ、ある程度やっぱり世の中のですね不調みたいなのもねえー、っと加味する必要があるんで、まあ、年末年始とかね、えー、まあ初売りとかなんかそういうムードに合わせつつ まあやる必要があるっていうのと、まああとは僕の考えで言うと、まあいかにね、もうセールをやらないかっていうところにフォーカスするというか、やる時期をコントロールするというか、よりかは。まあやる、セールの時期って,ってもうこちらであんまりコントロールできるようでできないっていうのがあんまりそうなんですよ、実はの話。えー、なんで、と僕は思ってるんで、セールをやらないっていう方にいかに注力して、えー するかの方が大事かなと思いますはい次、えー「子宮がキュンとする」ってよく言うじゃないですかあれってどんな感覚なんですかね知りたい知らん <laughs> はい次、えー、トランプ中間選挙で上院巻き込んでたけどファッションユーチューバー界のトランプことりょうさんは上院かっこ中村さんを巻き込めましたか、えー、それとも下院の源氏さんを巻き込めそうですかね <laughs> 何のこっちだよ大体ンドルがトランプなんだよ <laughs> 誰がフェイクニュースっつって フェイクニュース今度から言おうかな。フェイクニュース。はい、次。そういえばインターンどうなりましたかやりましたよ。ただ僕が動画にするのめんどくさくなっちゃったので、あの、動画にはしてませんだけです。はい、次。ラジオネーム。イタリア人になりたかったベルギー人。さっき虹が出てて、久しぶりに色数えようと思って数えたら虹は七色っていう日本人の固定観念が働いてが、どうにかして七色を探そうとする自分がいて、あ、人って面白いなと思ったんだよね。<laughs> あれやね <laughs> ちなみに固定概念って使う人多いけどあれって間違いでそんな日本語なくて正しくは固定観念らしいへえ固定概念って言っちゃうよね固定観念なんだ、まあ、どっちでもええわ、えー、次キャップが売れて泣いてる動画はどうして非公開にしちゃったんですかん非公開にしてないですよ僕は非公開になってないと思います <laughs> はい、次。えー、人と洋服が被ることについてどう考えておりますかと。僕自身人と被ることが嫌ではあるものの、物によっては被ってても欲しいと考えることもあり、悩むことが多いです。ぜひ考えを聞かせていただけると嬉しいです。えー、被ることについて。まあ、なんだろうな。居心地は良くないよね。被ってしまったら。まあ僕、僕被ることはほとんどないけど。うん。まあ、被ってしまったと考えると、まあ居心地は良くないけど。まああとはじゃあ同じアイテムだったとしてもね。 着こなしで差をつけろとえいうことじゃないですかね、うん。はい。次。長えな、また。あ、いや、これ。いや、これ、長えな。しかも、くそくだらないので、ちょっと飛ばします。えー、次。りょうさんに影響されて、初めてカラーを購入しました。かっこいいですね。いいっすね。ありがとうございます。よかったです。かっこいいと。えー、言っていただけて。いいですよね。うん。なんか、こういう報告も、嬉しいですね。 引き続きからチェックしてくださいはい次、えー、男に生まれたから男らしさを求めなくてはいけないのか女に生まれたから女らしさを求めなくてはいけないのかいやそんなもの捨ててしまい時代は男らしさ女らしさなどという真剣な言葉では語れない性別など,など,性別など取り払い真に目指すべきは性別の概念を取り払った自分らしさだなんかこれかっこよくない <laughs> これ何どっかの言葉か言葉ですかね ま、自分らしさ、そうですね。えー、その通りだと思います。男らしさ、女らしさね。こういうことがね、あのー、こういう、何概念。固定観念というものですかうん。もうちょっと時代錯誤な感じもします。はい、次。仮想通貨今も保有してます。すかしてます。<laughs> 今答え先言っちゃったけど。してますよ。うん、ガチ放してます。 何のあのー、何の取引とかもしてないもうほんとね眠らせてるだけチェックもしない、うん、ただ保有はしてますさあ、はい、次えー、リオさんがクードスの二日用いシャツやオットリンガの炎上、えー、シャツなどを紹介している動画のコメ欄でよく、えー、自分で作れそうなだと言ったコメントを目にします確かに作れるかもしれませんがそれはオリジナルで見て思ったことでありそのデザインを生み出したことに大きな価値があると考えていますと えー、自分で作ることを否定しているわけではありませんうさんの意見聞きたいですいやこれまさにそうだようんこれよくあるよねなんかあのー、すごいそのコメント目にしちゃうんだけどあのー、本当にこの方のおっしゃってる通りでいやお前それ後出しじゃんけんにもほどあるからなっていうことですよねうんいや見てね作れそういやそんなこと誰でも言えるわとねえ ファーストピンギンっていうかね、もう一番最初にそれをどっかからかわかんないけど、こう持ってきて、世の中に出したっていうところを、もう全部すっ飛ばして、えー、できたものだけ見て、あ、こんなん自分でも作れんじゃんみたいな。自分でも作れそうとか。うん、いや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 と。まあ、そういうコメント見るたびになんか、うん。あ、船舶だなこいつはみたいなあ。こいつ浅いわっていうか、あのー、 物事の、物事の見方がね、あの、本当に浅いキッズだなって一発でバレてしまうので、この、あの、ラジオを聞いている皆さんはね、お気をつけていただきたいなと <laughs>、思います。マニアの皆さんだけにでも、えー、言いたいなと思いますけども、そういうのは本当に、あの、自分の教養のなさとかを本当に露呈してしまうのは、だ言葉って怖いなと思いますよね。本当に。 なんかもうそれだけでなんとなく分かっちゃうじゃないですか程度が程度が知れてしまうというかなんかあのー、うん、なんか作れそう作れそうよりもだったら作ってみた見てくださいの方がまだいいよね、うん、作ってみたんですがどうですかこれっちの方がこれだったらまだいい作れそうって言うだけみたいな言ってなんかまあ大したことねえな,いなこんなみたいななんかそういう変なマウント取るやつはもうしょうもないですからはい次 えー、りょうたかしましも紹介してたアダンズについてはどう思いますかなあ、あれっすよね。なんか、こないだライブでも言われたな。アダンズ、アダンズって。<laughs> ノーコメント。<laughs> ノーコメントだけど、まあ。まあ、なん、なんていうかな。<laughs> なんて言うかね。 この僕が言葉に窮しているのを、うん、様子をなんとなく想像していただいて僕が何を考えてるかあ皆さん想像してください <laughs> まあそういうことですはい次ですえー、なんだ私は見たことはないのですが頭の中にある最も美しく惹かれる女の人がいますそれは服なんてもう服はいいよと言っていい服を着続けた末に空っぽになって服を着る行為がその人の中で一周回ってただのラフなカーディガンとか羽織りだけを羽織っているという女性なのですが えー、松本さんは頭の中に理想の女かっこいい女像いやーまああるでしょそれはただなんだろうねここまで具体的にはないかもねうんかっこいい女像理想の女かっこいい女像まあそれはもちろんあるよねありますあるけど言語化できないかもしれない <laughs> 今パッと言ってみようって言われて言えないかもしれないですねはい次 えー、本田圭介中田・英寿のうち、キャプテン上司にするのは、また友達にするなら、勝手な偏見とイメージで話してほしいです。<laughs> これはちょっと面白いな。圭介本田とね、秀ね。秀と本田どっちキャプテン、だ上に立つ人に、自分の目上の人になってもらうのと、友達にする。難しいなぁ。 いや、でも俺的には友達にしたいとは思わないかもしんない。もしかしたら。うん。どちらとも。僕ね、その前に前提として、まあ、ケース基ホンダまあね、もちろん、あの、プロフェッショナルとして尊敬してますし、ヒデもね、僕プレイヤーとしてすごい好きなんですよ。本当に。これガチ。あの、僕がね、サッカー少年だった頃の、あの、サもう本当その時の日本代表の中心選手だった、ヒデはね。 で、そのプレイスタイルもすごい好きでね、俺はほんとヒデのファンだったんですよ。ただ、どちらかというとヒデは、プレイヤーとして好きなんですけど、人間としてどうかって言われたら、あんまりそのパーソナルなこと言ったりしないじゃないですか。どちらかというとね、メディアとかに対しても、あんまり、なんか、ケイスケホンダの方がさ、いろんなインタビューとかだ、なんかどっか、まあ、表立って出てって、こう自分の意見言ったりとかさ、なんかそういうようなイメージがあるんで、ヒデはどちらかというと、そうじゃなくて、 なんか僕のイメージですけどただまあなんかいろいろもちろんね、あのー、その引退された後とかの活躍今もね日本酒を世界にとか行っていろんな活動されててやっぱなんかまあもともとスケ本田と同じようなところはあるなとは思うんですけど両方とも上司にしたいですね。 うん、なんか、そんな感じがします。友達にはちょっとな、友達じゃないだろうと思います。はい。あくまで、こう、リスペクトの対象っていうか、上に、僕の上に立ってなんか、こう、弟子入りじゃないけどね、死、として、えー、存在してほしいなと、思ってます。はい、次。 もし自分がすごく可愛い女の子だったらどう何しますか自分なら男引っ掛けまくってカラッカラにして捨てたいですね二つの意味で抜けるもんないてと <laughs> いや俺も同じだなだから俺だでも多分俺も YouTube やるかもしんないだから俺のこの性格マインドのまま外見だけめっちゃ可愛い女の子になるんだったらこう間違いなく、まあ、YouTube なのかなんかで絶対大物になれる自信があるうん 突如、彗星のほどく現れた美少女としてね、この、ま、芸能界に,にはいかないけど、芸能界じゃないな、俺の攻め方は。ネットで、とりあえずバズる。確実に。その自信が確実にあるんで、僕も、僕だったらそうします。その、なんかまあ、その結果、ま、男引っ掛けまくるっていうのはありかもしれないけど、その前に、ネットとかね、YouTube かな。YouTube やって、もう、あの、すげえ大物になってる。 イメージありますけどね。もし、そうだったら。はい、次。えー、本って一回読んだらそのまま読みっぱなしですかいや、そんなこともないですよ。僕にもう一回読んだりすることもあるし、なんかどっかの箇所だけ、えー、読むこともあるし。まあ、そんなこと、読みっぱなしでもないかな。はい。次。えー、企業説明会の後にピチピチの女子大生が、 えー、でもうちら大切なので就活より婚活だよねって会話してて私は少しの意味と大きな絶望を味わいましたとああなるほどねまあそうよねでもなんか本質的に同じような気がするんだけど就活も婚活も今のね今の就活を考えた時に結局さこの女の子が言ってるねえ就活より婚活だよねとかって言ってるのって結局なんていうの 将来の安泰を求めるってことでしょ死ぬまで面倒を見てもらえるかどうかみたいなところを、こう求めてるわけじゃないですか。だからそれ結局今の就活とそんな変わんなくねみたいな。ね。みんなが大企業行きたいみたいなのもさ、この女の子が、じゃあ変な話わかんない。あのー、極端な話ね。えー、お金持ちのいい旦那いい、なんかわかんない、消費者マンと結婚するとかね。なんかそうやって将来の安泰を得たいって思ってるこのマインドと何が本質的に違うんだって言われたら、僕も一緒だと思うんですよね。 じゃないだからね、この就活より婚活だよね。同じやな。うん。結局、なんか、将来のその、なんか、まあ、漠然とした不安に対して、なんか自分は大丈夫だと思える何かを掴むための手段として、それが就職なのか、結婚なのか。本質的には一緒な気がします。はい。えー、次。あまり予定調和的なものが好きじゃないので、末了のあの、即興で編集もなしで一発アドリブって、え感じの、 え、感じで動画撮ってるの好きなんですが、あんまり予定調和好きじゃないんですかえー、それともそんなことないです。予定調和が好きかどうか、うん好きではないな嫌いだとかって明確な意思はないんだけど、予定調和好きではないなうん。 ただその予定調、予定調が好きじゃないから、じゃあそれがなんかこの編集もなし一発撮りみたいなところに繋がってるかどうかはちょっとわかんないけどね。はい。はい、次。結局いろいろ着てみるけど、あ、これ、なんかこれしか着てないなとか、あるある。これあるあるだね。うん。まあそれがなんかワードローブと言ったりもするんかもしれないけど、結局やっぱりなんか、なんか、なんかね、こう、あるんですよね。ふるいにかけられるというか。 明確な基準があるとかじゃないんだけど。はい、次。<laughs> えーっと、えー、暫定ですが、12月18日にお店に伺おうかと思ってます。両方さん、その日出勤してますかいや、わかんないですね。ちょっと、その、先の、えー、予定まで、ちょっとわかりませんので、まあ、1週間ぐらい前にまた連絡していただければ、まあ、多分わかってるかなと思います。ちょっとわかんないです。<laughs> えー、次いつも見てます、えー、僕は顔にコンプレックスがあり目元を少しだけ整形しようかどうか、まま、迷っていますほう、えー、そこで家族や友人に相談したところ産んだ体に、えー、傷をつけるのか外見なんか気にするのはめめしいなといい反応はされませんでした男の整形についてりょうさんどう思います <laughs> まあ別にやったらええんちゃうと思いますけどね僕はやりたいならねやりたいなら別にやったらいいと思うんですけど、うん、でそういう決断するのもね別に自分の責任だし その後の結果も全て自分でね、あの、受け止めるわけじゃないですか。自分がやりたいならやればいいと。まあ僕は思いますけどね。ただまあなんか最終手段であるべきかなとも思いますけどね。うん。なんかまあ、なんか短絡的にね。その、まあ、じゃあ目元が気に入らない。整形だ。 じゃなくて僕だったらなんか,なんかねもうちょっと見方を変える努力はするかもしれないですねその前段階でそれでももうちょっとなもうどうしようもねやっぱ整形するしかないというなったら整形するかもしれないですけどその見方を変えるっていうのはどういうことかというとまあコンプレックスってまあどちらかというとねどちらかというとっていうかまあ武器になり得ると僕も思ったりもしてるんですよねうんコンプレックスとか欠点って。 なんかこう大きく欠けてるところとかで、まあ欠けてるですか、欠損してるかもしれないですけど、見方変えたら、そこだけ異常にとんがってるっていう可能性もあるわけですよね。だからなんかそういう考え方のもと、なんか自分が短所だと思い込んでるところも、何かこうポジティブなものに変えられるんじゃないかみたいな。うん、なんかね、そういうところを、まあいろいろまず、 僕は考えて、それでも、いや、ってなるんだったら、まあ、それはもう、した、したっていいと思いますけどね。うん。はい、そんな感じです。基本何でも服は似合うんだけど、その中でもシャツ結構俺に似合うんだけど、なんかあのパリッとした感じとかカチッとした感じ苦手。えー、なんかファッションで苦手とか嫌いなアイテム。あ嫌いなアイテムとかありますかってことか。 ああ、なんだろうな。あんまないんですよね。<laughs> そのアイテム単位でこれが嫌とか、あんまないくて、どちらかというと気分ですよ。もう正直。それは。だから変な話、ちょっと前まで俺はデニムとかすごい嫌いだったんです。嫌いというか、まあ絶対っかないというか、選択肢の中に絶対入ってこなかったんですよ、デニムって。 でもそれって今全然吐いてるし結局気分の問題でしかなくてなんかこのこの辺が言ってるようななんかそのパリッとしてるとか,かカチッとした感じとかが原因じゃないんですもん全部気分なんですよ僕なので本質的にはない気がしますねはい次「こんにちは突然ですが亮さんは頭がいい人」えー、とはどのような人だと思いますか私は子供の頃から人より知能が劣ると自覚していましたそのせいで時折人の会話についていけないことがありますと 頭のいい人と私が思う人は話題も豊富で切り返しもうまく話していて楽しいですが私がそのレベルについていけないせいで交流できる幅が狭くなっていると感じますえ頭が良くなりたいと一口に思っても頭のいい人の定義がわからないためどうすればいいか分かりませんえ勉強すれば知識はついてきますが何か違います頭のいい人とはどういう人のことでしょうああ難しいね頭のいい人ってね定義は難しい気がしますけど やっぱね、一つ言うのは、共用だと思うんだよな。教養教養があるかどうかみたいなところが一つあって。で、教養って何かっていうと、まあ僕の意見ですけど、やっぱね、こう、点と点をいかにつなげるかみたいな。で、本質的なところを、あの、捉えて、じゃあ、何と何は結局本質と、本質的に一緒だなとか。なんかそういうふうに捉える力とか、な気がするんですよね。うん。だからこそ、こう、何かと何かをつなげられるみたいな。 ここれとこれとは一何か,か,かね強要な気がするんだよねだ引き出しの多さというかね、うん、やっぱなんかそういう人を見てると、まあ、頭いいんだろうなとか僕は思いますけどね、うん、そうだからこの方がおっしゃってるようにただ単なんか知ってるじゃないんですよね知ってるじゃないんですよ。 やっぱその知ってることと知ってることの組み合わせで何をアウトプットできてるのかみたいなところでそこに価値があるのかみたいななんかそういうところな気はしてますけどねまあでもあとは単純にこう,うん面白い話していて楽しいっていうのはねまあもちろん教養もあるかもしれないしユーモアもあるかもしれないしなかなかね頭が良くなりたいまあ本読むっていうのはいいんじゃないですかねとうん思いますけどね はいそんな感じかな、うん、と思いますはい次モテの定義って何だと思うセックスの回数イコールモテって思ってるやつ周りに多数いるんだからあまりしっくりこないとだからといって自分がそれを定義できるかと言われたらちょっと難しい助けてモテコンサル松本 <laughs> いつからモテコンサルえっとこれねいやこれねあの僕もあの考えたことありますよこのテーマに関しては モテるってなんぞやと。で、これ人によって違うと思うんですよ。まあ、極論量良か質かの違いだと思ってて。じゃあね、ブス100人にい寄られる。ブス100人に好きですと、えー、言われるのと、えー、石原さとみ一人に好きですって言われるの。これどっちがモテるのかと、えー、言われたら、これ違うわけですよね、人によってね。で、やっぱりなんか、で、面白いのが、じゃあ石原さとみがね、えー、からして、 ブス100人に言い寄られてるような男を自分が素敵になる素敵だなって思うかってお俺は思わないと思うんですよやっぱりってなるとねそこにはね大きななんか多分断絶があるんですよね気がしてるんです僕はうんだからね人によって違うと思います定義はもうとにかくね大勢の人にこう大勢の女の子にこう言い寄られるとかなんかそういうのを持ってと定義する人もいればいやそうじゃないと 俺は一人のいい女に愛されるそれがモテるってことだと、えー、定義する人もいれば人によるから自分で決めたらいいんじゃないですかと、えー、私は思います <laughs> はい次、えー、メルカリなどでカラーを調べるとテーパードパンツとクロップドパンツの両方はヒットしますか2種類ともカラーは出しているんですかそれとも出品者があまり分かってないうんだからねこれ一つ言えるのはカラーって商品名をあのブランドが定義してないんですよね うん。あのー、実はの話。だから、ブランド側からして、正式名称ってあんまないんですよ。どちらかというと、この今出てる、じゃあ、例えばブ,ラックブサイクパンツとかね、ああいうのって、うん、なんか、ブランド側が付けたというよりは、あれはお店ディストリクトさんの誰かが付けたものだし、あんまりね、あのー、ブランド側がこれはこれって定義してないから、結構ね、曖昧っちゃ曖昧なんですよ。うん。だから、 このテーパードパンツとクロップドパンツっていうのは出品者によってもしかしたら同一のものを言ってるんかもしれないけど言い方が変わっちゃってるっていう可能性これありますねだからねあのー、難しいですよ僕はテーパードパンツテーパードパンツって言ってますけどでも正直僕が言ってるテーパードパンツもあれクロップドではあるんでクロップドとも言えるんですよね <laughs> だからもう物によってこう判断するしかないっていうかね なんかブサイクパンツとかだと分かりやすいんですけど、フロップドパンツだと結構あの意外に種類出てたりするんですよね。まあもちろん素材もそうだし、タックが入ってると入ってないとかね。あの、そういうのも含めて、うん、まあちょっとこれ難しいです。はい。次です。僕の持ってるカラーのテーパードパンツ、アンクル丈ぐらいなのですが、電車などで座ると裾の位置が上がって肌が見えたりすると気になります。りオさん気になり、気にされますかいや、気にしないっすね。うん。 テーーパパドンツ基本アン,クルなのアンクル丈なんでクブ丈とかなんですよなのであの本当に座ったりするとちょっとねすね見えちゃうんですけどもうそれはそういうもんだですねフルレングスではないっていうことですはい次え若いうち服ばっかり買ってないで旅でもしろって言われることたまにあるんだけどファッションの世界に旅してるんだよ俺はと思ってるんだけどダメかダメですかとまあ旅も好きなんだけどねと。 まあ、どっちもじゃない結局、なんかその、服を着るとか、ファッションって生き方だと僕、やっぱ、思ってて、ね、その人がどういう服着てるかって、その人がどういう生き方してるかに結構、色濃く影響を受けてるというふうに僕は思ってるんですよね。っていう考え方で言うと、その、旅をして、うんなんかいろんなものを見るとかね、えー、自分の、 舌を、目、目で見て、耳で聞いて、えー、鼻で嗅いで自分の舌で何かを味わうとか。なんかそういうことって、まあ自分の人生にいい影響をあ及ぼすだろうし、それが回り回ってね、ファッションにも影響してくる可能性十分あるんですよ。と僕は思ってんでね。だから、まあ確かにファッションの世界で旅してる。一理あると思いますよ。でもそのファッションの世界の、ん そのファッションの世界自体を広めるの一つの手段としてなんか旅行したりするとそのファッションの世界を旅するっていうこと自体も僕はより一層豊かなものになるんじゃないかなと僕は思ってるんで旅したりとか,なんか行ったことがないところに行ってみるとかねなんかそういうことってすごい大事だなと思うんですよね。でそこであの受けた刺激とかねあった人の影響とか大事だと思いますよ だからまあ旅もしてみるのはいいと思います。未開の地に行ってみるっていうね。うん、別に場所はどこでもいいんだけど。未開の地っていうか自分が行ったことないところだな <laughs>。未開の地って言うとなんか奥地みたいな意味になっちゃうから。<laughs> はい、次です。<laughs> えー、個人的な疑問で皆さんに投げかけてもらいたいんですけど、テレビって見てるんですかねと。えー、僕は全くと言っていいほどテレビを見てなくて、松本さんもテレビ見てないって言ったじゃないですかと。 皆さんはどうなのか気になると。<laughs> 僕見てないですね。うん、見てないっていうか見てるんだけどニュース、基本。ニュースか、あとはなんか本当にイッテ Q とかを見るかどうかくらいで、そのなんか、ま、なんていうか、いわゆるこう、テレビを見て、流し見をするみたいなの,の、あんまり減ってきてて、なぜなら面白くないからですよね。どうなんですか、皆さん。 まあ年齢によっても違うんだろうけどね、20、アンダー 30?30 30歳以下とか結構もうテレビ見てないっしょっていうところはあるんじゃないですか。で、こ,のこれね、最近僕、あのウィークリオチャイのお笑いをアップデートせよであのオリエン、オリラジのあっちゃんが出てる回が、ね、あってね、それを見て面白いなと思ったのは、もうテレビを見てる層が若者は見てねえと。 うん。そもそも。もう見てるのって40、50がほとんどらしいんですね。だからテレビの内容も必然的にねえ、若者向けに作るよりは、50歳とか、もっと言うともっと上の人とかが見て面白いと思うものにシフトしてると、えー、いう中で若い人がテレビ見て面白いと思うわけないんですよ。でもうそういう構造になってて、だからもう視聴率いかに取るかどうかっていうのが、 テレビで大事な価値観だから、だったらそれはね、見てくれるウェイトが多いところを責めるのはもう当たり前で。ってなってくると、もうテレビは若者のものじゃなくなってきてると、うん。いうような話をされててね、あでもまさにそうだなと。うん、だから、もう、より一層僕らはテレビ見なくなるし、見なくなればなるほど、テレビって、あのー、どんどん僕らから、僕らが面白い、若い人が面白いと思うコンテンツから、どんどん離れてくっていう。 だから、まあ、僕らは、どちらかというと、ネットとかね、あの、まあ、YouTube も一つ、そうかもしれないし、ね、まあ、ネットリフリックスとか、アマゾンとか、今、いろいろありますから、そっちに、シフトしてるのかな、と思ってますけど。はい、次。 この時代誰かに影響を受けるのは仕方ない。影響を受けないって豪語してるやつほど知らないうちに影響を受けてて、それすら理解してない。バカ <laughs> <laughs> そこでなんですが、この時代自分が誰かすらわからないこの時代において自分を、自分を確立するために心がけていること。え、個人的には思考することはやめないことだと思ってるんですけど、松本さんの意見が聞きたいですと。そうですね。なんだろうね。やってみるってことも とりあえずやってみるとか、まあ本当どちらかというとね、やってみなはれ。just do it というか。なんかそういう感じは、あそういうスタンスは大事にしてますかね。うん、やっぱなんか、やってみなきゃわかんないんですよ。いくら誰かが何,か何を言ってたとしても。やっぱ自分の目で見,見るとか、なんか自分の肌感としてどうだったかとか、合うのか合わないのか含め。 じゃないかな。なんかその繰り返しでしか、なんか自分を確立することできない気するんですけどね。まあよく言いますけど、ね、自分が、まあ僕結構豚骨ラーメン好きですけど、なんで豚骨ラーメン好きかって言ったら、醤油も食って塩も食って味噌も食って比較して、ああ豚骨だなってなったわけですよね。それと一緒で、なんかやってみなきゃわかんないですよね、とりあえず。まそこじゃないですか。うん と僕は思ってます。だから、思考することはやめない。これと、当然そうなんだけど、あのー、やってみる行動うん。行動ベースかなと。逆に思考しすぎててもね、思考しててもわかんないことの方が僕は多いと思ってて、考えてもわかんないことの方が多いなと。<laughs> いうふうに思ったりもするんで、まあ、とりあえずやってみて。どうなのか。 それ踏まえて、じゃあ次どうするのか？それが大事な気が僕はしてます。はい、次です。よく自信がありませんし。ありません。どうしたらいいですか？って質問を見るけど、自信なんてのは自らの頭の中で自分の元もかっこいい。理想像的なのを思い描いて、それを染み込ませて。 見ろそもそも他人のことは自分のことなのかこれっぽっちも見ちゃい,いねえ見てるのはいつも鏡に映った時の己だけだその己に毎日勝とった戦いそうすればいつの間にか自信になってんてのはついているさと何だ <laughs> これ何なんだこれ格言やないかもでもその <laughs> でもなんか質問とかでも何でもない格言やないかはい次荒木優子が酒井来てた あ、見ましたよ、僕。マジ可愛かったですね。りょうさん、この世の女性で、酒井が一番似合う人だ。いや、知らねえよ。なんでその、鏡を鏡みたいな質問。<laughs> 知らねえよ。まあ、でも、確かに、あの、似合ってましたね。荒木優子が酒井来てたのは、もう、まあ、見ましたけど、可愛かったね。うん。まあ、別になんか、その、一番似合うとか決めなくていいんじゃないですか。なんか、うん。わかりません。<laughs> はい、次。 えー、僕は <laughs> 下着を履かないで普段生活をしております。ほう。外出するときもパンツを履かずに直接ズボンを履いて出かけます。ほう。アパレルショップでズボンを試着するときも生のまま試着しております。これってアパレル店員からしたら。いやもう、ふざけんなだよね。お前やめろや、それは <laughs>。いや、本当かどうか知らんけどね。どうせネタだろうけど、これは本当に、あのー、やめろ。来るな。ふふふふ。 <laughs> うちの店には来ないでくれ <laughs>。はい。まあ試着するときは最低限それエチケットですから。<laughs> パン履いてください。はい、次です。え、いじめはなくなると思いますかまあ思わないですね。うん。やっぱなんか、動物の差がな気するんですけどね、いじめってなんか、ね。人間だけじゃないでしょ、いじめって多分ね。動物でもある。 思うんですよなんかね弱い体のやついじめられるとか多分なんかあった気がするんで結構もうだからなんかその時代にはその時代のねなんかいじめっていうのがどんどん生まれてきてしまうんじゃないかなと思いますはい次です。 えー、いつも楽しく動画拝見させていただいております。今年二十歳になりました。質問なのですが、成人式という行事についてどう思いますか成人式ね。あのー、まあ、なんかぶっちゃけ、うーんー、なんか言い訳言い訳かなと僕思ってて。何の言い訳かっつうと。 まあ、ハロウィンとかと一緒ですよね。これ正直。イベントですから、なんかもう言い訳ですよね。ハロウィンを言い訳にどんちゃん騒ぎするのと一緒で、成人式だから、まあ、例えばなんか、集まろうとかね、同窓会しようとか、もうそうかもしんないし、なんかまあ、地方によってはやんちゃする人もいるわけじゃないですか。成人式だからっつって、人生に一度だとか言ってね。<は>えー、なんかまあ、所詮、なんか、成人になったことを、えー、祝ったり、それをめでたいと感じてる人なんて、 正直一人もいないですよね、成人式にね。みんなおめでとう、新成人おめでとうって口では言うけど、ね。あのー、実際に、ああ、嬉しいなとか、<laughs> 新成人めでてえなーって思ってる人いないじゃん。やっぱね、言い訳にしか過ぎないと思うんですよ。だけどまあ、なんか、うん。それはそれで大事な、ね、あの、うん、まあ、儀式の一つかなと思いますんで、まあ、いいんじゃない別にね、 あのー、行きたくなきゃ、行きたく、行かなきゃいいし、なんか本当に、もう言い訳にしか過ぎないというか、ま、あ本当ハロウィンに近いよね。うん。まあ、そんな気が、してます。はい。今ので最後です。うわ喋ったな。お前、喉痛えよ、もう。<laughs> ということで、えーえー、今回も、最後まで聞いてくれた、そこのあなた、だいぶ変態だと思いますけども、また、どしどしですね。 あのー、サラハの方にお題投げていただければ、このような形で、まあお答えしますんで、目指せサラハ職人ということで、よろしくお願いします。ではまた次の機会にお会いしましょう。バイバーイ